倉松落大口逆所は埼玉県を流れる旧倉松落地に設けられた碑紐。1891年に水害を防ぐ目的で建設されたが、現在ではその役目を終えて、春日部市道の橋として利用されており、その形状からメガネ橋と呼ばれている。倉松川流域では江戸時代に神殿開発が進められたが、トネ川や荒川で洪水が発生するたびにことね川を、 経由して、水が逆流、水田が水没することが何度もあったという。この逆流を防ぐため、江戸時代末期に木製の逆流防止門が設けられたものの、1890年の洪水で大破したため、翌1891年に新たな門が3ヶ月の特管工事で建設された。工費として、当時の金額で3830円が投じられたが、 地元からの寄付と地主への課金の他不足分を県税から支出している。埼玉県内に残るレンガ作りの門としては最古とされ、2005年には社団法人土木学会の土木、学会専勝土木遺産に、また2007年にはカスカベ市の赤レンガ建造物として経済産業省の近代化産業遺産にも選出された。角出し部分の上部に、 水色の水道管が設置されていた時期があった。理由は不明だが撤去され、やや下流側に移設されている。レンガ作りの碑モが多く現存するのは、全国でも埼玉県のみで、その中でも最古だったことから価値が認められ、2019年に埼玉県指定文化財に指定された。ありがとうございます。